お願いします。お、写真集。おー、売れるんすかね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。え、結構久々じゃない？いや、ともこれ自体久々なんやけど。そっか、もう子供がいないんだな。え、ともこれどれぐらいぶり？数ヶ月ぶりとかじゃない？違う？動画では上がりよんかな。お、キング怒ってる。どうしたどうした。でも久々やのにハートとかないんやな。はい、なんでしょう。腹が立つこと。うんうん、まあそれは仲直りしてください。まああれはね、動画的にはあれか、結構総集編とかね、なんかいろいろやってくれよるけん、そういうのでみんなは見よるかな。待って、何やったっけ。エビチリエビチリエビチリ、はい、どうぞ。いただきます。まあ、これで気分は治るでしょう。サビサのダンスきた。ご機嫌。めちゃくちゃご機嫌。大好物だったようです。気分が落ち着きました。うんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。プンプンしてるな。さあ、仲直りできるか。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。ちゃんと仲直りできた。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったです。お礼にこれもあげます。お腹も結構満たされた。エビチリで実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。もうご飯も一緒に食べたかぐらいの満たされ具合やけど。おお、すごい。公園で競争しましょう。いや、私は一回もできないっすけど。リフティング、ねえ、競争しましょうとか言われても、一度もやったことないですけど。おっと、ここは、リアルタイムで。今まさに喧嘩をしている。どうしたどうした、大丈夫か。ちゃんと喧嘩しました。うん、見てたよ。腹が立ちます。まあまあ仲直りしてくださいよ。このイライラも沈めてください。あ、カツ丼か。次は宇宙へ。カツ丼カツ丼カツ丼ってこっち側よね。もう、あ、買いに行こう。いらっしゃいませ。はい、とりあえず10個ほど買っておきます。お買い上げありがとうございます。よし、ありがとうございました。で、これをね、そのまんまあったんに。そんなに食べられません。どうぞ。お腹が満腹。なんてこと。お腹が満たされてるなら気分はいいはずだ。人ってなんか満腹の時めっちゃなんかね、幸せな気分になるって言うやん。どういうことなん。じゃあしょうがない。ここはオルゴールで気持ちを落ち着かせてください。ちょっと聞いてみてもいいですか。うんうん、どうぞ。そう、お腹の具合を見ていなかった。もうめっちゃニコニコやけん大丈夫やな、きっと。穏やかな気持ちになりますね。うんうん、気分が落ち着きました。よし、仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。あー、いいね、和風な感じ。すごいホッとするよね。田舎のおじいちゃんちって感じ。この間はごめんなさい。許しません。即答。え、めっちゃ即答。悲しい。めっちゃ悲しい。
あっちは気持ち落ち着いてなかったわ。ダメでした。あの家で縁側でゆっくりしよるだけでも落ち着きそうなもんやけどな。まあきっとそのうちちゃんと仲直りできるよ、時が経てば。めっちゃ泣いてる。辛いな。お、これはこことってことか。喧嘩ぽくない？めいちゃん入ります。私珍しく怒ってます。珍しかったっけ。アスと喧嘩しました。うんうん、腹が立ちます。仲直りしてください。じゃあめっちゃ喧嘩多いな、久々にやってきたら。なんだなんだ、揉め事ちゃんと自分たちで解決して。私が来てなくても。ガトーショコラ、だってこれで3組目やろ。3組中1組は仲直りできんかったし。さあちゃんと仲直りしてね。こちら側はね、めちゃくちゃご機嫌になるんやけどね。その間向こう側がどういう状況かはちょっとわからんけん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。手あげたとこ見てもないけんな。この間はごめんなさい。どうかな、どうかな。お願い。許しません。うわぁ、マジで？ 3 組中2組無理？マジか、辛い。辛いよ。うまくいきませんでした。ダメでした。みんなうまくいかないなぁ。ここもそのうち仲直りできることを信じて。めっちゃ考え込んでる。で3組おったけど、そのうち2組は、うん、時間が解決してくれることを願うしかない。はい、幸さん入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタート。よしこい。かっきょい、かっきょい。残った、なかったなかったなかった。いけ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 。お、いけるよいけるよいけるよ。よっしゃー、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝トーテムポールをもらいました。ありがとう。本当にナワンと結婚したんだなって最近しみじみ思います。結構前じゃない結婚したの。分からんけど満足。満足、まあ普通な感じやね。はい、そしてブラネちゃん入ります。一緒に遊んでくれますか。遊びましょう、遊びましょう。わあ、なんかまだプロフィール欄がスカスカな感じだね。遊ぼう。ミーモザイククイズ、モザイクがかかってるミは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。モザイククイズ第1問。第1問。これは誰でしょう。でおっと、アムくんか。答えはペットでした。はぁ、ペットくん。いやー、今のメンバーのさ、こうなんていうん、下の方の子たちはあまりわからないんだ。また遊んでください。その辺下の方の子たちはまだ覚えてないんだ。ペットくんって髪色変えたっけ。え、ずっとあんな感じやった。あれか、見た目がカートくんに似とるけんか。お宝トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。リストの項目もタッチしてスライドしてもスクロールすることができますよ。ふんふん、あの顔やったらすごく金髪のイメージがあるんやけど、それはきっとカートくんなんよね。父親よね。はい、ようこさん入ります。遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう。めっちゃ桜や。食べ物お宝モザイククイズ、
モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。なんか8月にさ、北海道の方で桜咲いたみたいなニュースなかった？もっと前やったっけ？ヨーグルト。答えは、なんかその気温が高くなりすぎてみたいな。モザイククイーン第2問。第2問。ででん。これは何でしょう？どんぐり。答えは、だって夏場でもさ、北海道の方って30度超えるってやばくない？私的にめっちゃなんか涼しいイメージやったんやけど、25、6度ぐらいの。そこまで涼しくないかな？焼き芋。ずっとそれぐらいのイメージやった、夏場は。焼き芋でした。イエーイ。やけんさ、なんか夏場は北海道が良くて、冬場は沖縄がいいなみたいな思いやったんやけど、夏ももう普通に暑くなるんだな。一番小さいの。お宝、懐中電灯をもらいました。ありがとう。しかもなんか北海道ってエアコンの普及率めちゃくちゃ低いんやろ？あれよね、冬場って多分エアコンじゃ、しのげんぐらいの寒さになるんよね。すき焼き。なんか北海道の人って冬場でもなんか室内で半袖着とるイメージなんやけど。なんかガンガンにあったかくして。違う？なんかそんなイメージ、めっちゃ。でもなんか外を歩きよるニュースとか見よってさ、女子高生とかね、よくあんなミニスカで、あんな寒そうな中歩けるなってめっちゃ思いよったニュース見ながら。はい、よしはるくん、入ります。すごいよね。強いよね。私たちに興味なくなったんですか？そういうわけではないんすよ。そういうわけではないんすよ。実は、すごく大事なものもなくしてしまいました。なになになに？協力しましょう。ありがとうございます。この時間中に見つかるかどうかはわからんけども。はい。最近は味方はこの見つけたら知らせてっていう割に何っていうのは教えてくれんのよね。なぜなんだ。はい、赤飯どうぞ。いただきます。大事なものをなくしたっていうのにちょっとおめでたいものを渡すけど、結構美味しかった。よかったよかった。もう気分だけでもね盛り上げていこう。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。あ、前の二人が同じ服装じゃない？なんか一緒の習い事からやってきましたみたいな。今日は 27,100 円集まりました。ありがとう。はい、そしてミニュース見てこう。お願いします。お、写真集。おー、売れるんすかね。なんかかっこよさげやな。でも写真集のマナリさんと、なんかこう、写真集を持っとるマナリさんの頭身が全く違う気が。自費出版、すげえな。最近で一番のニュースです。大興奮です。中学生、高校生ぐらいの時にさ、めっちゃ自費出版したいなと思って。すごいいろいろ調べおったんよね。結局何もしてないけど。はい、そして。これは？あ、夜市や。見てこ見てこ。お客さん、運試ししてみない？うんうんうん。大物ゲストが絶賛したよ。めっちゃ早足で通り過ぎていくやん。買います。私が。大物ゲストって誰？一つ目の中身は、帽子、ポンポン付きキャスケットが入っていました。お、いいやん、いいやん、かわいい色味も。二つ目の中身は、服、ざっくりニット、短パンが入っていました。え、でも組み合わせ的にもいいんじゃない？あ、でもどうやろう、色味。茶色の帽子とかがいいかも。三つ目の中身は、食べ物、ビーフシチューが入っていました。唐突なビーフシチュー、美味しそう。お肉が柔らかそう。めっちゃなんかそんな感じする。一
違うの、市役所じゃないの、マンションを押したつもりだったんだけど。はい、それじゃあ、し、マークは出てないか。ハート。はい、洋平さん、入ります。あゆなのそっくりさん、3ヶ月ぶりですね。マジか、そんなに？洋平さんが最後いつやったんかちょっとよくわからんけど。お久しぶりです。あ、もしかしてこれ。見つかったやん。あれ？この短期間の間に。イエーイ。返しておいてくれ。閉めるまでの間には見つからんかなって思いよった。返してきます。松ぼっくりに名前。どういう。ありがとうございます。昔よく松ぼっくりでツリーとか作ったよね。4000MA、幼稚園の工作とかでさ。あれ近くの公園とかに拾いに行って。ありがとうございました。大事なものやったんや。なるほど。え、今もさ、結構秋になったら家の近くに松ぼっくり落ちとるんよね。まあ、拾ったりとかはないんやけど。実用品使い捨てカメラをもらいました。ありがとう。なんか大人になったらさ、なんかね、やっぱり虫がおるかもしれんっていう気持ちの方が勝ってしまって、なかなか松ぼっくり落ちとっても手に取ることがないんよな。子供ってね、考えずに拾うけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターをフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、あれだな、全然仲直りしてくれんかったけど、次回どうやろう、また撮影期間空くかな。ちゃんと仲直りしてくれるかな、気になるな、そこね。